2024年の8月18日です。佐賀のね、天山に朝駆けしてきます。今4時半過ぎぐらいだね。道はね、わかりやすいし、何回か来てるからね。30分ぐらいで山頂だね。雨山への分岐だね。300メートルしかまだ来とらんとか。あと500メートルだね。結構こういう道ですね。登り始めがね、気温が22度、21、2度だったね。びっくりするぐらい涼しくはないけど、まあ想定内の、まあ涼しさというかね、暑くはないという感じかな。だいたい5時ね、今5時、まあ2分ぐらいに天山着きました。1046。少しね、風があるんで、やっぱ気持ちいいね。まだ夜景だね。5時10分ですね。ここだけなんかね、にかけての草花、これをね、のんびり探していきましょう。いろんなね、これもこっちもね、これ黒いけど、咲いてるね。なかなかちっちゃいね、このお花。まだまだね、東の方に行けるんだけど、朝露で濡れてるんでね、もうここら辺でやめときましょう。これ濡れてるの分かる？もう結構やっぱ朝はね、朝露戻ろう。今日はね、天山の方、天川登山口というかな、天川天川、一番最短のね登山口から朝駆けしました。無事ね、朝日も見ることができたし、あと松虫草をね中心とした秋の草花もいくつか見ることができたんで、もう満足です。あとは、とはいえね、夏なんで、真夏なんで、暑くなる前に、気温が上がる前に下山したいと思います。山ちゃんでした。バイバイ。